アリスター、エドガー・マクグラスは、北アイルランド出身の聖公会の出自で、キリスト教神学者、哲学博士、名誉神学博士ドクトル・オブ・ディビニティ。全オックスフォード大学歴史神学教授。2008年9月から、ロンドン大学教授。彼は講義と著書で、科学的な神学を提唱し、科学的な無神論に反対している。聖は、マグラスとも表記される。 二度来日している。1953年に北アイルランドのベルファストで生まれた。キリスト教徒の家庭に生まれ育ったが、マルクス主義に傾倒したため、1971年にオックスフォード大学に入学した時には、左翼系の学生寮に入った。しかし、キリスト社学生会の支部のオックスフォードインターカレジエへと、クリスチャンユニオンを通して、福音的キリスト教に出会った。 マイケル・グリーンらの説教を通して、福音の魅力を見出して、キリスト者になる決意をした。その後、分子生物学で博士号を取得した後、1976年にオックスフォードで神学を学び始めた。1977年に、ジェームズ・バーのファンダメンタリズムと受肉した神の神話という、福音主義を攻撃するリベラル派の本に深い影響を受けて、 しばらく福音主義に対して自信を失っていたが、やがて取り戻した。マクグラスは、ケンブリッジ大学で働くために、オックスフォードを出た、彼が聖公会で助任を受けるために学ぶためである。1980年の4月に、マクグラスは、執事に助任され、ノッティンガムのウラストンにある聖レオーナルド教会の副牧師として働き始めた。 1983年マクグラスはオックスフォードにあるウィクリフホールでオックスフォード大学の進学の教授にキリスト者の倫理と教理について講義を行うよう求められた。マクグラスは1990年秋の楽器にニュージャージーのマディソンにあるドルー大学の進学部に歴史進学の教授エズラスクワイアーティップの元を訪れた。マクグラスは1993年に オックスフォード大学の進学の研究講師として選出され、また同時に進学の研究教授としてバンクーバーにあるレジェンドカレッジに1993年から1999年まで仕えた。1995年、マクグラスはウィクリフホールの支配人として選出され、1999年、オックスフォード大学の進学部の教授の職を授与された。肩書きは 歴史進学の教授である。マックグラスは2001年、オックスフォードの歴史進学及び、組織進学の名誉進学博士号を獲得し、4月1日に、科学と振興の国際的な学会の創立メンバーとなった。2008年、マックグラスは、ロンドンのキングスカレッジの教育と、専門職学習学部において、生殖と教育の進学部の教授の職を受け取った。 佐藤優は日本語で読めるおそらく唯一の進学の包括的文献としてマクグラスのキリスト教神学入門を挙げこの本の利点は外国語古典語の障壁を感じることなく進学の基礎知識を習得できることだとしつつ同時にこれはイングランド国教会の立場が正しいと思う方向に誘導されるよう構成された国教会の弁償的 論争的な本だとも指摘している。ありがとうございます。